こんにちは、ピープルゲットレディのタジです。竹澤ウルスです。今日は、毎週日曜日のですね、うちがお送りしている、耳寄りな日曜日というラジオトークを、聞いていただいているこう皆さんでですね、昨年末2022年に最も耳寄りな日曜日、そのラジオトークをこう真剣にというのはおかしいかもしれないですけどね、どれだけ深く聞いていただいたか、はい、深く聞いていただいている方を競い合うというだいぶやばい大会を行いまして、でその優勝された方に豪華景品をねプレゼントしようというところでこうしていたんですよね。で、その方が、クリスマスで味噌じさんという方でですね、うん、今あだ名がもう栗味噌さんになったんですけど、うん、その方にちょっと豪華商品を贈ろうということで、うちのお店にゆかりのあるメンバーからこう持ち寄ったプレゼントをですね、うん、今からなかなかこの箱にね、うん、ちょっと入れていきますので、うん、キャンプを始められるよって、そうそう最近ねキャンプを始めてるってことで、キャンプ道具早速ちょっとこれ開けましょうか、うん、タケザウルスからの、はい、これちょっとせっかくねプレゼント放送していただいてるんですけど、うん、まあ、ちょっと見ていただくて開けて大丈夫ですか、はい、どうぞ。これタケザウルスからのプレゼントですけどね、まあ、キャンプにはごめんなさい、ね、あったら嬉しいという、せっかくね梱包してもらってたのラッピングか、小判ザメキャンパーを目指されてるって言われてましたね。なんかね、だから焚き火台を買って、うんうん、あのこうなんだっけ、あの火起こし、うん、起こすのをされて楽しいみたいなことだったと思うんだけど、ちょっとすいませんね、失礼します。持ってらっしゃったらすいませんけど、何ですかこれは、ごめんね、本当にいい、まあ、いやもうやっぱここで見せた方が面白いですね、ちょっとね、みんなにも見てもらいたいというかね、まあ、あのラジオトークを真剣に聞いたらこんないい思いが、うん、できるんで、コスパはコスパいいんだか悪いんだか、1週間1時間拘束されるから、毎週日曜日に、深夜更新の目標でお送りしておりますけどね、はい、あの耳寄りな日曜日の説明だけしとこうか、一応こう裏でやってるやつですから、そうですね、アンダーグラウンド、アンダーグラウンド、ね、あの古着屋をやりたいなって思ってる人とか、ちょっと古着が好きでね、ちょっと古着の話裏側を聞きたいみたいな方に向けてね、ずっともう1年以上お送りしてるんですけどね、56回7回やってると思うんですけどね、だから古着屋をやってみたいみたいな方は第1回から聞いてもらうと、結構ねこうディープな古着のこう仕入れ方とか、お店を始めるにあたってこうどういうふうにお金を用意したらいいのかっていう話もちょこちょこしてますので、うん、よかったら耳寄りな日曜日聞いてください、よろしくお願いします宣伝を挟んで、うん、で、ちょっとねプレゼントを開けていきます。竹ザウルスからのプレゼントは、ほう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 、コーヒーの、コーヒーのねドリッパーですね、はいはいはい、ドリッパーシリコンでできてて全然あの場所取らないです、キャンプとかで、あちっちゃくこう、はい、あもう、うん、その通りだよね、この状態になるわけね、はい、なるほど、コーヒーおしゃれだしね、意外とこう隠しっていうか意外と、まあ、絶対必要だよね、はい、キャンプに行ったらね、うん、この下のは受けは何でもいいわけ、いやもう受けも入ってます、これも含めこのサイズ感です。で下にだから今写真あるけど、こうマグカップの上にこれ置いて使うわけね、はい、あこれハリオなんだ、こういうのがあるんだね、と同じフィルター、同じブランドのフィルターっていう感じ、なるほど、あんまり被らなくて、コーヒーをお楽しみくださいということで、はい、そうです、ちょっと竹澤先生からこちらのね、はい、ね、お持ちのとね、もしあったらこう併用するというかね、ぜひぜひ使い分けてもらってね、クルミスさんこちらお入れさせていただきます。そしてこれもちょっとこれ後にしようか、うん、まず NBA トーク、うんうん、うちのお店の、まあ、NBA マニアナンバーワンの山Qからのプレゼントです、うんうん、これがねもう自分が大学生高校時代くらいにあるからのロゴだよね、このスパーズのね、この NBA チームのね、帽子死ぬほど羨ましい、相当昔だよね、今のカラーリングとかデザインとちょっと変わってると思うんだけど、うん、この時代のスパーズのこれかっこいいですね、 NBA のキャップ、うん、こちらちょっとちゃんと例えますけどね、こちらとこれがね豪華な、うん、これがアメリカのねドリームチームですね、92年のバルセロナオリンピックの時の NBA のまあ、ドリームチームですね、マイケル・ジョーダン、チャールズ・バークリー、うん、でラリー・バード、これがマジック・ジョンソンかな、でパトリック・ユーイング、そっちか、でこれがスミスやね、うん、リック・スミスかな、とピッペン、これドキドキするね、クイズしてる、自分ちょっと今間違えましたもんね、これスト
ックトンかなじゃないですかね。でカールマローン、ストックトン、マローンか。でデビッド・ロビンソンね、提督やね、うん、この方難しくね、これ。これそこら辺までいくとちょっと無理です、ね、これクライド・ドレクスラーでしょ、うん、うわちょっと待って、この白人の選手の名前がで分からない。後ろに書いてあるか、あのあれじゃないですか、ウォリアーズの監督ですかね。違うか、リトナー、分かんない、聞いたことない。この選手だけちょっと俺も分かってなかったですね。あと言えたっすけどね、まあ、こちらがスウェットが入ります、うん、NBA のね90年代の、うん、ドリームチームのスウェットと、こちらも NBA 関連ですね。あのワーナーとねマイケル・ジョーダンがコラボした時の、あかわいい、ね、このちょっとこうナイキのねこの嬉しいこのね銀タグ、銀タグ、こちらのだいぶねもう山木も着てたと思うんだけどね、結構やれ感ありますけど、これ今、ね、相当な値段つくんじゃないですか。ちょっとねこの退職したブラックかっこいいと思います、うん、このやっぱジョーダンモチーフがね、これ結構万超えはするんじゃないですかね買ったらお金のことはいいじゃないですか。これこれこれちらもね、まあそのクリミゾさんの好みじゃないかもしれないですけど、うんうん、ちょっとディスプレイみたいな感じでね、うん、サイズが合わなかったりするかもしれないですけど、ぜひあのディスプレイとしてね飾ってもらえたら嬉しいなと思います。そして、まあ、キャンプ関連でいくとね、カズキャンプから、まあ、キャンプのねキャンプが一番得意なカズキャンプから、あのテントとかにこうぶら下げたりするやつでしょ、あの LED の、まあ、ランタンと言っていいのかな、ライトか、うわいいっすね、ですね、これおしゃれな感じでこう夜ねこうテントの横に引っ掛けておいて、意外とあったら便利ね、もう絶対使えるやつね、フロートからの贈り物、新品だからね、自分のストック用にしてたのをもうそのままプレゼントしていただいて、でもう一個が自分がねキャンプ道具のメーカーさんをちょっと名前を知らないんだけど、ノルディスクちょっといいところですよって言ってる、うんうん、これエプロンですね、うんうん、エプロン、かわいい、それいいテントが売ってるところですね、テントメーカーさんの、はい、こちらをもちろん未使用品、うんうんうん、こちらをカズキャンプから、プレゼントとなっております。いいぜひね現場で使って汚してもらいたいですね、うんうん、どん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 、まあ、改めてカズキャンプもありがとうございます。ヤマキューとカズキャンプねプレゼント入れさせていただきます、まあ、そしてじゃあちょっとこっち行こうか、読み終わったんですか。読み終わりました。ラジオトーク内で視聴者さんリスナーさんからおすすめの漫画をね教えてくださいっていうところで出てきたこのエンジェル伝説ってやつを自分全巻買いして読ませていただいたんですけど、うんうん、マジで言うけどめちゃくちゃいい漫画、うんうんうん、その面白かっただけじゃなくて、うん、もうなんか心がもうね、うん、すごい温かくなる漫画、エンジェル伝説ですよね。もうね、もうちょっとこのこれもう本当に読んでほしいですね、まあ自分たち自分が41ですけど同じぐらいの方は多分読んでる人結構いると思うんですよ。90年代後半ぐらいの漫画だと思うんで。ヤンキー漫画ですか。いやもうそれがねもうその一言じゃ片付かないんですよ。もう自分本当に人生の中でももうベスト3に入る漫画ドラゴンボール、スラムダンク、エンジェル伝説って言っちゃうぐらいの俺の中でかなり刺さりました。サイズ感に割り合わないさんから教えていただいたねこのエンジェル伝説、これもうちょっとラジオでもまた言うつもりなんですけど、これはクリミソさんに全巻プレゼントします。俺もう一回多分買います。これはもう全巻プレゼントって言ってたんで全巻ねプレゼントさせていただくんですけど、その時はちょっと読ませてください。自分用に持っておきたいって思うぐらい、うん、これもう改めて買い直したいって思うぐらいのエンジェル伝説、もうぜひ読んでください。これねあのくるみそさんこれ入れさせていただきますのでまあ個人のお好みはあると思いますけどね、うんうん、自分はすごい好きでした。でまだまだ続きますか。自分の同級生の D ちゃんから、うん、D ちゃんからがまずこうグレゴリーのね、うわ90年代のデッドストックですか。タグ付きデッドストックっすよ。うわもうこのねもう貴重な90年代のデッドストックの、正直ちょっと古いものなので使ってはないけどやれてます。いや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 、使用感じゃなくてちょっと保管の時についてる汚れがあるんですけど、古着が好きなら許容できる範囲ですね。これちょっとねまあ言ったらキャンプの時とかもね、うん、もうリアルに使ってもらって、なんか俺は欲しいのいっぱいある
こちら未使用品のグレゴリーの旧タグのショルダーバッグですね。ちょ こんな感じですよ。てかね、これ言っちゃうんですけど、自分これ釣りで使ってるメインのバッグと一緒なんですよ、うんうん、もうなんていうかね、サイズ感が最高、もう本当に必要なものがたっぷり入るんで、あのお子さんのね、例えばお着替えとか、なんか必要なもの入れて旅行とかね、そういうお出かけにも使いやすいと思うんで、これまずこちらが一つね、と D ちゃんから、これは同級生のと、これね、ちょっとサイズがさっきね、実はクリミソさんと確認をして、うん、ほんのちょっとゆったりかもしれないんですけど、 LL ビーンのブーツ、 LL ビーンのスウェードのブーツですね。でクリミソさん7がジャストで、これ D あの D8、 8の D ワイズなんですけど、まあ、ちょっと厚手の靴下とかね、インソール使ってちょっと履いてもらえたらなと思って、 LL ビーンのブーツですね。いいな、これめっちゃかっこいいですね。これ欲しい、めちゃめちゃこれね、ちょっとね、あのお好みもあるかと思うんですけど、キャンプに似合うと思うんで、まあ、汚れてもいいブーツとしてね、使っていただければと思います。こちら LLB のブーツが D ちゃんから入っております。そしてあと何か忘れてるのないかな。で、まあ、田尻からまず、これね、うちのオリジナルのゲットボーイちゃんのスウェット、うんうん、でこれクリミソさん身長からしたらあの入るんですけど、ちょっと俺より全然痩せてらっしゃるんで、ちょっとゆったりになると思うんですけどね、まあちょっと部屋着のつもりでもいいですし、なんなら奥様とかね着てもらってもいいかなと思いますので、このゲットボーイちゃんの、スウェットで、もう一個ね、クリミソさんのインスタグラムの写真をちょっと拝見させてもらって、お好みとかね、どんなのがお好みなのかなって見てて、ちょっと着こなしがね、割と上品なんですよ。ブーツとかも割とレッドウィングとかも履かれるし、そのちょっとドレッシーなレッドウィングとかね、着火ブーツみたいなのも使われてるんで、ちょっとね、こういう雰囲気合うんじゃないかと思って、解禁の、うん、なんかちょっとこういうテイスト絶対似合われるなと思ったんで、バーンズの、メイドインジャパンブランドのバーンズの、ちょっとこのね、チェックシャツ、自分の中ですごい好きだったんですけど、これもうクリミソさんに着てもらおうと思って、ひえー、もちろん新品ですよ。お値段いっちゃいましょう、17,800円プラスタックスの商品。さっき値段じゃないって言ってたじゃないですか。さっき値段じゃない、やってる感を出していこうと思って。はい、こちらをあの一緒に入れさせていただきますので、サイズ感絶対合うと思いますので、クリミソさんの雰囲気に合うんじゃないかなと思うんで、こちらあのプレゼントさせていただきます。もうすごいね、天下一選手はね。いや、こんな豪華な天下一ですからね、2022年のチャンピオンですから。 すごいな、2022年のチャンピオンにだけこのねプレゼントがお送りされるということで、これ来年、もう箱パンパンになってきてますね。死に物狂いで取りに行こう。もうちょっと、もう、すごい重さ。入らないじゃないですか、残り。すごい重さです。うん、と、我らがね、チーム、メンバーのタント君から、熊本にゆかりのある美味しいものということで、まあ、これ全国でもね、うん、もう名前が出てると思いますけど、これは嬉しい。ね、九州の味、うまかっちゃん、うん、これね、好きな人いると思いますけど、うん、まあ、豚骨のね、インスタントラーメンですね、うまかっちゃん、こちら、ね、ぜひ食べていただいて。これ食べるとばあちゃん思い出すな。小学校から帰ってくるとばあちゃんがこれ作って待ってくれて。いい話入れてくるね。と、これがね、熊本の富士バンビっていう、うん、お菓子屋さんが作ってる黒糖ドーナツ棒、うん、結構お土産といえばもう黒糖ドーナツ棒っていうぐらいね、このちょっとまあお茶受けというかね、使っていただければね、ちょっと甘さがこうね、うん、いい甘さというかね、熊本で大体こう出張で行ってくると大体これもらったりします、ね、うんうん、空港とかね、駅に必ずあるね、うん、黒糖ドーナツ棒。そしてこのね、個人的にこれ大好きなね、肥後太鼓、うん、これ知ってる？肥後太鼓で、あんた方どこさっていうところがね、あんた方どこさは会社名ではないね、うん、あんた方どこさって熊本弁でね、歌にもありますけどね、このね、肥後太鼓っていうこう歯ごたえが最高な甘じょっぱいというかね、もう、まあ、1枚食べたらもう1枚食べたくなるようなね、ちょっと熊本を感じていただいて、はい、でごまの風味がある味とかもいろんな味が入ってますので、タント君からこのね、ラーメン、そしてお菓子2つがセットで、お送りいただきましたので、こちらも同封させていただきます。正直
もうこれ箱からもはみ出てるんで、もう一回畳み直して無理やり綺麗に入れてお送りさせていただきますので、すごい物量、ちょっと豪華すぎませんかね。ねえ、すごすぎますよこれ。すごいよ、うん、もうちょっとね、シャツ、スウェット、そしてブーツね、LLBのブーツ、キャー竹サウルスが欲しくなってる、うん、ブーツね、とエンジェル伝説、そしてグレゴリーのバッグ、ちょっともう全部出していくの難しいねね、とキャンプ道具も入っております。こちら全部ねお送りさせていただきますので、楽しみに到着をお待ちください。うん、クリミストさん、改めておめでとうございます。初代チャンピオン初代チャンピオンだいぶマニアックな世界の話をしております。毎週日曜日のねラジオトーク、耳寄りな日曜日、ぜひ、聞いてください。よろしくお願いします。